はい、どうも赤星せよ赤星マシマシですよ、いしょー、よろしくです、はい、はい、今回男気ラーメン赤木さんついに行ってきました。群馬県桐生市の、1.5 の店舗ということになりますね。はい、両毛線のですね、桐生駅と小俣駅のちょうど真ん中、3キロぐらいのところにあります、ね、これが店の外観。そうです、外観です、はい。で、駐車場充実してまして、だいたい30台ぐらい止められるんで、すごいですね、はい、決して近くのスーパーとかには止められてください、絶対ダメですよ、ね。さあ、そしてですね、こちら、土曜日だったのもあるんですけど、なんと開店前、僕90分前に行ったんですけど、はぁ、45人ですよ。なるほど、行列、30台止まれても穴がち、まあ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 、そうっす、みんな来ちゃうということで、ね、なるほどね、大人気のお店、まあ、群馬三大二郎系とも、なんとか言われてます、うん、はい。というわけで基本メニューはシンプル、ラーメンと汁なし、うん、まあ、たまに限定とかやったりするみたいですね、うん、はい。でですね、スマイルがあったんですけど、今日は売り切れということで、売り切れがあるの、もしかしたら大号泣してるんじゃないかとね、店員さんがちょっと怖いな、売り切れって今日は笑わないぞみたいなね、まあニコニコしてましたが、はい、今回はラーメン大を、はい、選択しております、うん、ということで、どんなのが来るかちゅうと、こんばんは、キャで、ラーメン代の野菜多めに煮込め油多めの豚ちょい増しということでね、ちょい増しなんですよ、はい、これがちょい増しですね。 あと、うん、このコールなんだけども、うん、多めというのが一応増し増しに相当するんで、うん、なるほどね、ちょっと多くしたではありませんよ、これは。はいはいはい、はい、増し増しにしておりますね。で、今ちょっと触れましたけども、うん、あの豚さんですね、うん、これまあ1,2,3,4 枚ぐらい入ってますが、うん、豚増しにした時のインパクト半端じゃないんで、いやそうね、歴代ほかげみたいになってるもんな。まあ、なるほど、烈火の方のですね、いや違います、ナルトです、ナルトか、はい、ナルト僕ゼロでした、すいません、すいません、油多めにすると別番になりますね、はい、まあちょっとほかげ調べてみたいな、はい、ちょっと見たらわかると思います。あ、そうなんだ、だとりあえずね、着丼をいたしました、はい、重かったですね、では行きましょう、豚からまずいきますね、やっぱりね、これがですね、国産豚を使用している、絶対に国産豚らしいです。あ、はい、なるほど、必ず油が多く含まれてるんで、プリプリ豚です。あ、プリプリ、非常にうまい。 M 豚ね、 M 豚、あと、プリンセスプリンセスね、はい、危ねえ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 、今日はね、どんどん脳みそを動かしていきます、はい、今日は、ね、豚カス油いきますね、ちょっとこう、うん、肉カスという、まあ、繊維質のある破片が入ってくるんですね、食感も楽しめる、食感も楽しめます、はい、どんどんいきます、お野菜ですね、これがまた素晴らしいクタ野菜で、ここまで見た方ちょっと気づきます、うん、これは、うん、藤丸の店員さんだった方が厨房に立っているらしいです。なるほど、はい、まあ、ほぼ、うん、もう藤丸と言ってもいいんじゃないかぐらいの、過言ではない、過言ではないですね、まあ赤木さんのオリジナルももちろんミックスされたうまさということになってますね、うんうん、これぞ赤木さん、うん、はい、そしてスープ、これ表面油が結構乗ってましたね、うんうん、で超ド乳化スープ、これにやっぱハマる人多いんじゃないでしょうか。なるほど、はい、スープ、クーってなっちゃってるね、濃厚油コーティングされてるからね、うん、このクタ野菜とかもこれあのすごく美味しくなるんですね、うん、油でね、まとってね、そうそうそう、油まといの、はい、ね、さあそして、うん、麺を引き出します、これ、ね、よく見てください、うん、麺量は小と大がそれぞれ指定可能、うん、汁なしも 300g までと 400g 以上がこう麺の調整ができます、うんうん、それぞれで値段が違います。あ、なるほど、はい、なんであの足りないよっていう方とか、うん、ちょっと言ってくださいね、あんまいないか、足りないよはあんまないと思うけども、はい、初回はデフォルトでね、うん、頼むか少なめを頼んでてください、はい、ということでパキポキ、うん、パキポキです、すごく美味しいね。そしてお人参、ね、ずっと気になったんですよ、はい、めっちゃ粗くないですか、あ、そう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 、ね、かなりでかいです、ね、すごいっすね、量もまあ多いんですけども、まあ、このやっぱね、粒の大きさっていうのは、うん、これ藤丸で言ったらね、西新井の藤丸さんが結構粒でかかったのよ、ね、なるほどね、なのでまあなんか継承してるところがあるかもしれないですね、辛さも十分なおにんにくでございます、ね、はい、だマシ、多めじゃなくてもまあいいのかなぐらいの量入りますね、あ、で、おしぼりもあります、はい、でこれ必ず1個取っても取らなくてもいいんだけど、うん、まあ拭きたい時はまあ取ってから着手、まあ、あったら助かるですよね、助かりますね、
さあ言ってますよ、しょっぱレベルの返しはこれね3なんですよね、はあ、意外と3なんで、うん、もう一回言っちゃうよということでね、じゃあ6だな足されるシステム、赤木さんの返しも非常に惜しい、うん、金し醤油を、ほう、使用してるということで、これあの元々はラーメン二郎が使ってた返しです、はいはい、金しと返し違うものなんですね、金し醤油返しだっけ、はい、返しです、はい、口当たりはすっきり、うん、これね濃さよりもやっぱ風味がいいなというのが、はいはいはい、赤木さんの返しですね、なるほど、非常に美味しかった、あの辛めコールないんで卓上で調節をしてください、あ、はいはい、あら、さあそして来ました別沢ラーメン、もちろんダイレクトいきます、もちろんか染みますね、油がどんどん浸透していく感じが美味しい、これね、あの豚の味付けとちょっと同じようにですね、うん、口に入れて数秒後に来るんですね、うん、塩気が、うん、そこが美味しいんだけど、まあ普通はこの中に油とかね、チーズ、あの辛ネギ入れて調整して麺で食べるってことですよね、まんま食うとはやっぱ想定はしてないよね油自体がちょっと好きなんで私ね、そんな脂肪の鎧の厚い豚さんにはね、うん、ファイナル小勝負でパンチを入れて、なるほど、砕きつつ食べてください、ガードを崩せば、ガードを崩してごっさんですということですね、うん、いややっぱね若い学生さんに非常に人気の店舗なんでね、あ、そうなんですね、これぐらいの油の強さ必要かもしれないですね、うんうんうん、それで、あ、92.016、国オイル、国オイル、ね、オイルの国、ああアラブとか、まあ、はい、赤木です、ね、あ、赤木さんですね、赤木さんということでね、はい、いやついに行けましたよ、これずっと言われてたんですよ、僕、そうなんですね、3年ぐらい前から言われてます、あ、言われてますね、結構言われてました、ついに行けちゃいましたね、うん、で赤木という店名なんですけど、うん、これまだね判明してないんですよ、あ、そうなんですね、いろいろ憶測があってですね、あの福本作品とかね、あ、そう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 、うん、僕はそっちかなと思ってたんだけど、うん、家庭さんもちょっとマージャン好きらしい、うん、なんだけど近くにね、うん、赤木さんという赤木さん、はいはい、赤木乳業、ガリガリガリ君の赤木乳業も赤木さんが取ってるんですね、なんでそれと関係してる説もあるし、まあ、それ一番近そうですよね、近いですか、群馬だし、まあその福本さんの赤木もあるのも読んでるし、はいはい、あとは赤木律子、赤木律子、ちょっとエヴァンゲリオンの、あーりっちゃんね、じゃあが好きだったらちょっと面白いなと、あと赤木竹のりぐらいか、竹のりそっちもいたか、はい、そっちいたか、赤い木の方ね、はい、赤い木か由来はどれなんでしょうか、はい、ね、皆様のコメントお待ちしております、はい、情報が欲しいですね、はいはい、赤木リツコ説もします、ね、リツコ説あるかな珍しいけどな、というような群馬県の赤木さん、はい、まだまだ群馬攻めますよ、はい、ごちそうさまでした、you